ジェームズ・ジムリ・テリックはカナダ・マニトバ州の政治家。カナダ共産党の党員として、初めて同州議会に選出された。スコットランドのグラスゴーで生まれた。クライドバンクとグラスゴーで教育を受け、16歳でイギリス社会党員となる。1920年、クライドバンクの家賃暴動に参加して投獄され、同年、新たに結成された英国共産党に参加した。 1925年にカナダに渡り、当初はアルバータ州とブリティッシュコロンビア州で鉱山労働者として働いていた。1926年にはカナダ共産党の畜生期となった。1930年にモントリオールに移り、カナダで革命的な労働組合運動を構築するために作られた共産主義者の労働組合の参加団体である。 ワーカーズユニティリーグの組織者となった。1931年に共産党のリーダー、ティムバックが逮捕されると、リテリックは彼の責任の一部を引き継ぐためにトロントに移ったが、すぐにウィニペグに移った。1934年、カナダ共産党の就職期に抜擢された。1936年、モリーバッシンと結婚した。 党の人気が高まっていた1936年の州選挙でマニトバ州議会議員に当選した。彼の選挙戦の焦点は中の2%の賃金税の廃止だった。この選挙でリテリックはウィニペグの労働者の間でとても人気があった。第一優先票では独立系社会主義者のルイス・スタップスについで2位となった。当時のウィニペグでは 短期異常式投票で10人の議員を選出していた。スタップスは当選が宣言され、2回目の投票では彼の余剰票が移された。リテリックはスタップスから十分な票を得て当選を宣言した。リテリックは左派の判事で独立社会主義者として人気のあったスタップスの名友とみなしていた。リテリックの主な支持基盤はウィニペグの労働者階級である。 ノースエンドにあった。リテリックの主な支持層はウィニペグの労働者階級の北端にあり、市内のユダヤ人社会からもかなりの支持を受けていた。妻のモリーもユダヤ人であった。MLA として1937年にウィザー・マニトバと題したスピーチを行った。この演説は後にパンフレットとして発行された。リテリックは全国の共産党の主要人物ではなかった。 共産党の全国的な活動において公的に重要な役割を果たすことはなかった。モスクワへの忠精神から1939年後半にはカナダの第二次世界大戦への参戦についての見解を変えていた。9月9日にはジョン・ブラックン首相とウィリアム・リヨン・マッケンジー・キング首相にナチスドイツの侵攻に対抗してポーランドを全面的に支援するよう要請したのである。 リテリックは、その後、党からこの立場を撤回し、当時ソ連が中立であったことを考慮して、帝国主義的ベンチャーとしての戦争に反対するよう求められた。後に、中共は、1941年にドイツがソ連に侵攻してからは、戦争を支持するようになった。1940年、共産党が違法組織とされたため、マニトバ州議会から追放された。 この時点ですでに身を隠しており、王立カナダ竹馬警察の捜索の対象になっていたと、される。1940年以降のリテリックの消息についての情報は限られている。1942年にモントリオールで撮影されたと思われる戦時中のカナダの共産党幹部の写真には、リテリックの姿が写っている。彼は1942年にトロントで RCMP に投稿し、 ドン刑務所に収容された。1943年にはトロントの縫製工場で働いていると報道された。その後の消息はわかっていない。ノーマン・ペナーは、著書、カナダの共産主義の中で、父、ジェイコブ・ペナーの個人的なメモを出典として、戦後、リテリックは、臆病者という理由で党から追放されたと書いている。ありがとうございます。